さあそれでは相次いでいきましょうか。釣り輪です。ご覧のように池谷が床に続きまして2種目取っておりますが、龍金と同点優勝であります。それでは池谷選手2種目目の金メダルとなりました釣り輪の演技をここでご覧いただきたいと思います。競技を開始いたします。最初の演技者セレケン2番、ゆっくりと人気者の池谷、後ろは清風高校の山口監督です。高校生最後の大会、国内での大会ということになります。この人の釣り輪というのはどうなんですか、遠藤さん。そうですね、倒立が非常に安定してます。やはり釣り輪の場合は倒立が不安定でしたね。今十字倒立をやりましたけども、まあ、ちょっとでも高いとですね、何度までも削られますのでね、これはあの山脇という連続ですね、それから十字懸垂、いいようですね、木に押し上げまして、これは客前挙、ここからいわゆるプレス倒立、力技が3つ入らなきゃいけませんのでね、さあフィニッシュです。伸身のダブルでありますが、最後でちょっとね、そうですね、ふらつきましたが、まあ、彼としてはどうなんですか、出来栄えとしては。やはりあの着地がちょっと気になりますけども、それまでは良かったですよ、まあ、それだけにね、あれがまとまっておると、もっと高い点数が出たはずですね。結局池谷選手はこの釣り輪でも優勝を飾っております。見事に優勝を飾りました